はい、どうも皆さんこんにちは、太陽の歌です。今日もパラロスやっていきます。なんで今日は生声じゃないのかって、風邪をひいて声が出ないんじゃい。なので今回は主の代わりに話していくぞ。今回はイベクエの新曲を話していくよ。まずはこちらを見てくださいませ。現時点でヒサギは4突積みで関突群まで集め終わりました。一角についてはまだ1突です。まだレベル低いけど4突状態のヒサギです。育成を進めていくと速度増加のスキルがつくぞ。また今回のイベキャラはどちらも覚醒スキルが敵単体用なんだ。あとイベクエの最初の動画でヒサギのかけらは60個で交換できるって話してたんだけど、やはり不具合だったみたいだぞ。はい、てなわけで今回はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンがありますのでそちらの方クリックしていただけると大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますのでそちらもご視聴いただけると大変嬉しいです。それでは皆さん、まったねー。